すっかり年を取ってしまったが、覚えておるじゃろ。覚えてます。我はインパじゃ。インパの名くらい覚えておるじゃろ。これゼルダ無双やってるとかなり因縁浅からぬ、因縁というのもおかしい。これまで考えてきた対策のみでは足りないのでしょうか。姫様が命を懸けそなたに残した言葉、そのお言葉を賜うこと、それすなわち、うんうん、そなたも命を懸ける覚悟を決めるということ。とはいえ記憶を失った今のそなたに押し付けることはできん。姫様のお言葉を賜う覚悟ができたらまたここへ来るがよかろう。わかりました。さて、かかりこ村なわけです。雲の流れが早い。どうしようかな。荷物揃えるか。荷物飽きないしてるお店に入ったはいいが、お金なかったんだった。なんか売ろうか。いや今からこれ売るんか。いや、売ろう。そういえばここら辺で、また鍋蓋ある。よかった、ストック欲しかったんだよ。お玉もなかったっけな。なかったか。ないね。カンギスさん、実はこの村の近くにそれはそれは美しい大妖精の泉というのがあるらしく、もうそこの坂の上なんですけどね。いや、もうすぐ行ってもいいけど、呉服屋、フードはやっぱ欲しいところである。で、パンツ、これ第一で多分手に入ったんだよ。これ今からもうネジ売るんか、バネ売るんか。高い、500ルピー、なめてんなよ。びっくりした。元気な娘だ。あの人もなんか事情を抱えてる人だった気がするな、店員さん。冷たい。鎧かぼちゃもらった。あら、ちょっと待って、君は誰だったっけ。ココナだ。急がないとなのです。父様と約束。父様ね、すぐそばにいるんですよ。出ましたよね、フリコ。まだかな、まだかな。お父様との約束。まだ仕事中だもんね。あ、いない。そうだそうだ、祠がそびえているんだったわ。タロニヒの祠。ここはね、忘れるわけにはいけませんよ。そう、チュートリアルの試練だったと思う。ぽよん、なんか強そうだな。やけに霜がかってない。あーだった。あ、いで爆中ができない。オッケー。ガッ、ちょ、鍋蓋そんな耐久力ねえからな。よし、古風の証。カンギスさんが言ってた泉っていうのはこの先なんよ。ただ写し絵能力が今僕たちないから教えることはできないんだ。あ、妖精さんだ。あら、また違う妖精さんで、ここはね、あのかぼちゃみたいなね、サボテンみたいなね、あ、妖精さん、これまた違う妖精さん。これ毒素が漏れ出て、あー、セクシーすぎんだろう。ばあちゃん、覚悟できました。当時のハイラルは高度な文明を勇者と姫の助けにしようと考えたのよ。そして再び厄災ガノンが復活したのよ。大魔の剣を持つ勇者がガノンにとどめを刺し、聖なる力を受け継ぐ王家の姫が見事やつを封印したのよ。そして100年前、予言された厄災ガノンの復活に備えるべく1万年前の伝説に倣い、我々は準備を急いだ。歴史が深すぎる。しかし結果は、我らはキャツを侮っておった。そして二度と同じことを繰り返さぬよう、姫様はそなたにこの言葉を託されたのじゃ。四体の神獣を解放せよ。わかったよ。そうだの、果ての村の古代研究所なら力になってくれるかもしれんぞ。わかった、そなたはゼルダ様のこのハイラルの希望なのじゃ。さあ、もう後戻りはできん。己の心に従い突き進むがよい。わかった。屋根裏部屋登ろうと思ったらパーヤちゃん帰ってきた。
一回あの先回りしとこう。気づいてないよ今パーヤちゃんまだ。ここでね。シッ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 。鍋構えることはできないか。鍋構え。ちょっと待って、やばい。あのね、これをね、ちょっと身代わりにしとこう。よし。あれ？来ない。あ、玉磨きだった。うわ！メインチャレンジが更新されたわけなんですけれども、ゼルダの道しるべ、果ての村の果ての古代研究所の所長に会いに行きましょう。さあ、タロニヒの祠がある場所より、これね、正規のルートというか、かなり難しいルートにはなるんですけれども、果ての村には近づくということで、これはね、もう初手から危ないわけですよ。ここは乗り越えられないよな。一刀両断直進行軍やるか。チップインさせたら面白そうな、なんか岩がこれありますよ。こんなところに。日が暮れる前にやってみようか。ピタロックで、うわ難しい調整だなこれ。いくよ。これぐらいでええんよ。オッケー。ゴー。強すぎたぐらいよ。ただいったね。ああ、コロちゃん、朝黒いな。あれ、ボクリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君は僕が見えるの？転がった岩で脆い岩が破壊されて、なんか洞窟になってるのかなっていう僕の予想でした。あれ、ここどこ、こんなとこあった？なんかわかった。本日はここを寝床とし、夜を明かしてもいいと思うんだが、焚き火とかできるかな。やってみようか。よし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 。でこれで弓矢僕たち持ってます。で、はい、かかりこ村にて炎の矢がありますんで、これね、このままでは着火しないわけなんですよ。ちょっと距離を離し、真後ろ下がれるね。よし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 、ちょっと危ないからね。はい、チョコボーイ米倉の食いちん坊万歳。あっ、最短距離で向かっていけてる気配はする。地図はちょっと見えませんが、右下ピコーンピコーンとうがたれたアイコン。あ、もう近っ。え、着いた。早っ。マジでこんなもんかよ。じゃあもうこっからも飛んでいきゃ早いよ。スタミナ持つからね。いきますよ、いきますよ。はい、わあ、これ寒いだろうね今ね。高度が少し下がっているような気がしないでもない。あっちの塔、いや、ちょっと進路変えるか、変えるか。小枝のような心もとない橋、これは自然橋を乗り越えつつ、何か明かりが見える。ギリギリよ、ギリギリよ。あっ、大馬さんもいるね。よし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 。火を作るのは人間やっぱり大事で、この鉱物、ほら、これ火打ち石、これがないと始まらない。マジでこれがないと始まらない。よし。で、この化け物たちをかいくぐり、緩やかな坂登っていった先どうなるかっていうと、なんかトゲが巻きついた、おどろおどろしい塔が、ほら、なんかもう見えてる。わしゃわしゃと。これ燃やせるんですよね。で、僕たち、かかりこ村で、火がつく弓っていうのは、あ、ヤギさん！ヤギさん！これ今見た？あ、あ、またなんかビシビシいってる。恐ろしいところよ、これ。巻きついてますから、全体に。果てのと、と。果てのと。いくよ。火打ち石回って、まんま。はい。まずは手前のね。燃やしておきました。いいよ。連鎖して。上昇気流っていうのもありだな。そこだけが燃えてんだ。そこを燃やさなきゃ。もうあとは大丈夫なんじゃねえか。あ、危ない危ない危ない。よし。ふぅ。
3本目の塔かな、解放に至る。でここをね解放しとくとすごい地図的にも便利、まあ、全部解放するわけなんですが、さてここから果てのの村に飛んでいければ一番いいわけなんですけれども、目的地がねさらに標高の高いあそこの煙突なんですよ。なので見て、ちょっとした中空いかだがあるわけ。これを経由し飛んでいきたい。ここからさ、待てよ待てよ、やろうと思や上昇気流を発生させることもできるんじゃないか。とん、あー、かっこ割れやがった。マジで桁繰りだったのか、それともハンマーがいけなかったのか、恐ろしい光景だった今。いつもさ偽善振りかざしてていいの？ちょっと援護はするわ。いや広まんね結構ね。お前だろお前だろお前だろ、おい、もうあとはなんとかしや、あとはなんとかしや。もうこっちはね果ての村に行かんといかんのや、わかるか。まだついてきてる。ちょっと門番さん門番さん門番さん、果ての村厄介なねものを連れてきたかもしれない。あ、よかった消えてる。着きました村、夜のね村綺麗です、朝でも綺麗です。次回はあそこの標高の高い煙突にそびえる所長に会いに行こう。一旦夜明かすか。これダメなんですよ、ほらもう、もう炎がすごいよ。うわもう最悪だよこのコンボ。マジで炎なんなん。うわもう、いやもう、どんな仕上がり方じゃん。もうダメね、避けらんないもう、やめんなよもう。